はい、皆さんこんにちは、チェでございます。チンケイさんのね、三国志展パート16ですね、やっていきたいと思います。ちょっと今の進捗はね、人待ちかな。もうそろそろ攻めに行きたいなというところなんですけどもね、まあもうチンケイさんが出るわけもなくですね。チンケイさんちょっと病気なんでね、ちょっと休もうか。あらら、兄上の顔が見たくてとね、いうことで待機10日ぐらいしときましょうか。あららら、治んないですね。まあ自然治癒に任せておった方がいいのかな。任務報告、シーツさんと、治安がね、治安がどうもないので、どうしたものなのかな。新設補充どうしよう。東洋ほどね、この人いけんのかな。シーツか、シーツ良さそうですね。いってらっしゃいと。治安ちょっと上げときましょう。元春さん、農業させとこうか。あんまりさせすぎると治安がまた下がるでね。ちょっとね、神経さん無理はしないでおきましょう。なかなか神経さん治りませんね。でも知力はだいぶ上がってきましたね。さっきまで50かなんかだったと思うんでね、ひどい時ね、もうじき治るのかな。竜壁が帰ってきました。じゃあよいしょ、行かせれる人いるかい。理解さんね、理解さん政治もあるし、言うことないな、この人本当に。理解さん、言うことないな、これ。武力以外70、武力も60あったらいいですよね。さて、じゃあ理解さんがトップかな、一応だね。ちょっと寝かしときましょうか。でも待てよ、もう、いっぱい書いてた。もう出陣できるんじゃないかい。どうせ2部隊ぐらいしか持っていけないでしょ。理解さん歩兵隊ね、ほいで十分武将ね。竜壁もいいなあ。この2人でお願いしましょうか。金はね、2000あったらいいでしょう。まあほとんどいらないと思うんですけどね。兵糧はマックスね。はい、で、目標ここですね。一生行く前にこれ、多分ね、これを作るとね、ここの拠点を作るとね、多分孫策来ると思うんでね、作った方がいいのかな。まあちょっとね、この理解決して我が君の来た裏切りません。お願いね、できてください。ちょっと治安が心もとないんですけど、四季さんだけに任せていいかな。で、内政で農業ですね。いや、これ内政やらせすぎるとダメだわ、やばいわ。だもんでね、陳藤さん無理か。ほどねさん、ちょっと行かせましょうか。ちょっとね、人欲しいな。張君、演術の配下だっけ、ちゃうかったかな。劉備が曹操の配下行ってる。袁紹の方行ったのにね、史実だったらね。どの者も無理かと。無理でもいいですわ、もう美塾さん行ってらっしゃいと。
あとは一人だったら内省させてもいいかな。はい、で、私は自宅で休みましょう。どうかね。あ、季節が変わりましたね。あ、軍団が着々と動いてっていますね。あ、治りましたね。やっと治りました。A 将への攻撃を開始しましたね。長飛は失敗、ですね。任務報告ですね。孫寛さんか。今孫寛さんに動かれちゃうとあれですね。あ、孫寛さんでも無理か。まあ、いや、行っといでと。陳情が来てますね。歩兵がいないんですが、あ、占拠しました。占拠しましたね。理解を栄翔の大将に任命しますか。しちゃおうかい。しちゃいましょうか。理解さんもったいないけどね。でもやっぱりね、いい人させた方がいいですもんね。あ、突起兵隊の状態が、あ、突起兵隊が増えた。情報見ましょうね。自制力、都市ね。栄翔の情報見ましょうかね。委任ですね。規模は小さく、現役2人、ちょっと文官送ってあげんとダメですね。兵力17,000、人口8万ですね。お金と兵糧がやばいのか。でも兵糧の、兵力が高いからね。これ兵を移動させた方がいいのかな。ちょっと文官移動させましょうか。人事ですね。統治変更、大将に移動命令。これは移動はないのか。移動命令、雲南から、じゃあ栄翔から。都市別、これに、そうですね、ビークさん、両立さんでいきましょうか。2人だけかな。もうちょっとつけてもいいかな。鎮魂は置いとこうか、1年のためね。シーツね、シーツか。親密さんに行ってもらおうか、3人でね。決定です。兵力向こうの方が多いんで。さて、輸送か、金か。あ、部隊送れんねんね。な、栄翔からですね、輸送元に部隊をね、この部隊の方が経験、一部隊いいでしょ、いただきましょう。ね、輸送しましたと。ね、部隊が増えましたよと。じゃあね、ここで治安を、これだけか、京丹だけか。で、内政は相変わらず農業でね、バシバシ増やしていって、あ、なんか一人間違えてるぞ。あ、鎮魂か。鎮魂は訓練をうちの部隊もするあれないですもんね。鎮魂は治安だね。あ、懲罰いないね。ちょっと待って、任命があったね。任命誰、あ、統治変更、対処任命。あ、治安上がっちゃった。士気がね、そうね、
帰ってきますね。100なっちゃったもんね。農業誰か行けるかな。あ、定権ね。あとはやっぱ人材ですね。人材が欲しいな。あと誰がいたっけ。あ、そっかそっか、やらせることないんだな。兵力もこれ以上持つ今は必要がないかな。どうしよう、ちょっと待とうか。孫策怖えな。あ、弁舌大会ね、開きましょう。じゃあちょっと私も農業行きましょうね。農業やりましょう。金が思ったより入ってこないね。あ、55上げましたね。あ、弁舌大会の準備が揃いました。お、孫漢と美塾、あ、劉備のね、あれですよね。え、理解が優勝。あ、もううちのスーパーマンですね、理解さんね。文武両道ですね、うちの中でね。のうち、どうしようかな。おお、何回も情報を調べてきたと。陳頭さんね、どうしようかな。陳頭さんのことも考えないといけないんですよね。まあ、とりあえず農業行っとこうか。うん、農業を上げて、あと余ったら人事を尽くしましょう。あ、白馬に陣がね、作られましたね。もう陳慶さんね、若くないでね、今更何か覚えるっていうのはほぼ不可能というか無駄に近いですね。内政しますね。内政で、あ、残りの人はみんなあれか、この治安に待っていただきましょう。武将はね、ほんまに武官の人はね、治安ぐらいしかないですよね。あとなんだい、あ、決済やっとこうか。治水ね。あ、農業上がるかな。農業上がったかな。うんね、農業がもう少しで、皆さん農業しましょうね。統治変更、投資土地、営業、投資方針、え、はいはい、統治都市雲南、変更先営業、ああ、これあれか、これはあれですね、やっちゃダメですねこれね。統治都市、うん、大衆入れ替わっちゃうのかな。方針じゃないんだね。あ、方針って書いてないわ。大衆、あ、図書方針こっちか。あー、そうですね、営業、そうやね、都市攻略じゃないよね。大衆に全てを任せる。内政を行うようにしですよ。まあ大衆、これはでも、内政だね、内政重視やね。あー、そっか、指示与えなあかんのか。指示与えのはね、細かな指示はちょっと私あんま好きじゃないでね。じゃあね、もうちょっと農業もうね、農耕マシンとなりましょう、陳慶さんね。よいしょ、うん、もう徴費も失敗ですね。土地上ができました。決済しましょう。これ名声だけなんですね。チアンチアン農業、あ、チアンも言うことなしになってきましたね。この感じかな。
して軍事で補充をしましょう。歩兵隊、いや騎兵隊も増やそうか。いや待てよ、金額は結構高いのかな。で、軍事じゃない、農協は、あ、鎮農協団か。そっかそっか。いや、これはちょっと置いておきましょう。置いて、減ったとこでさせましょうか。はい、もう207人ですね。鎮計さん、いつまでいけんだろう。しようかな。任務報告でね、農業ですね。この人たち、農業ですね。で、この二人は治安ですね。さてさて、引き続き農業をやりましょう。あ、また白馬に取り出ですね。潰されたのかな。さあ、農業もだいぶ上がってきましたね。お、京丹よく来るなあ。じゃあね、ちょっと時間よくなっちゃいましたので、鎮計さんで三国志10ですね、パート16、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。